ね、高度成長時代ね。だってさ、10年定期置けば倍になったよね。そういう時代よね。例えば200万積んどいて10年経ったら400万になる。そう、バブルの時代。そう、それでお金あったね。ほんにね、今そんなずれないよね。ね、金利もつきゃいね。そうだって、バブルの時代よ。一番良かったわよね。こちらイベント盛り上げたい。10倍ポンポン、ありがとうございます。ありがとうございますね、ありがとうね。マケリンちゃん、私は学生だったけどお小遣いたくさんね、もらってました。そうなんだね。そうだよね、バブルの時は良かったよね。ほんとね、私は働いてたからさ、私どんどん働いたもんな、時な。私のね、子供の頃はね、平日が5円、日曜が10円だった。10円、お小遣い、子供の頃ね、親がね。それで映画が好きでさ、映画見たかった。映画30円なのよ、30円。だからもう、貯めとかなくちゃ映画見に行けなかったよ。そうでしょ、ね、平日5円だよ、ね、映画安いってね。そう、30円だったよ、長通りにあったんだよ、映画館が、まるちゃん安いってね。そう、映画30円。そう、あの1回出なきゃずっと見てられるよね、映画ってね。昼間の分から出なければ夜までずっと見られるのよね。そう、そういう時あったよね。イベント盛り上げたい。ポンポン参考ありがとう。イベント盛り上げたい。ポンポン参考ありがとう。イベント盛り上げたい。ポンポン参考ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう、ありがとうね。まるちゃん、どんな映画見たんってね。私、そうね、長瀞に映画館あってね、私東映映画が好き。こう三角のマークでさ、波がブワーってくる東映映画ね。そう、例えばさ、時代劇好きね。そう、大川志堂さんとか美空ひばりさんね、みんな中村金之助さん、市川右衛門、片岡千恵蔵ね。そう、三好ちゃん、タイタニックとか戦闘戦神とかですね。いやいや、そういうの見なかったな、私の時代は。そうよね、私の時代ね、橋幸夫さんのね、エリコね、昼飲むと夜の部見ちゃった。一日見てた。エリコ、橋幸夫さん。よかったわよ。ね、知ってる？知ってる？エリコ。うちで心配したん。映画見て、夜帰ってこね。だから夜の部見てた。出なければずっと見られん。橋幸夫さん。エリコ、ね。冷たい雨が降る朝に、一人でエリコは死んでしまった。かわいそうなエリコよ、綺麗だったエリコよ、涙に濡れたその顔を花で飾ってあげましょうってね。エリコを見ました。
ね、橋幸夫さん、そう、エリコ、ね、海辺のお墓、その下で静かにエリコは眠っている。野菊だけどエリコよ、摘んできたでエリコよ、今では会えはしないけど残る名前の美しさってね、エリコよかったよ、苦しみのない天国できっとなるでしょ、幸せにね、ね、大人たちが悪いんだね、大人たちがね、エリコよ悪いんだぜエリコよってね、よかったよ、涙出たよね、一部と二部見てきたよ、橋幸夫さん大好きだった、ね、いいよね、あと船門さん絶唱、絶唱もよかったね、泉雅子さんとね、みんな知ってる絶唱ね、クララちゃんいつもありがとう、ポンポンさん候補ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、まるちゃん全然知らないよ、そうだろうね、まるちゃん若いからね、年がね、そうよね、ぶりこさんこんばんは、よせさん大好きですよって、ありがとうございます、ありがとうぶりこさん、こちら何クララちゃんナイスです、ありがとうございます、ありがとうございます、ノライモンさん橋幸夫って、そうだよ、知ってる知ってる、ノライモンさん、まちょこちゃん浜田光雄映画とか西田幸子の映画あ見たよってね、裕次郎も見たよ、懐かしいよって、本当だよね、まちょこちゃんと合うよね、話がね、年がね、そうだよね、浜田光雄吉永さよりね、よくコンビ組んだよね、まちょこちゃんね、クララさん私も何よせさん大好きですよ、ありがとうございます、クララちゃんありがとうございます、いつもありがとうございます、ドラえもんさん、ああ昔親が聞いてたって、そう橋幸夫の歌本当、くーちゃんポンポンありがとう、参考ありがとうございます、ありがとうございます、けいちゃん、けいちゃんナイスしたってありがとう、クララちゃん自分自身聞きたいですってありがとうございます、ありがとうね、ドラえもんさんでレディオシャンさんが歌う曲聞いて昔の曲覚えたって、そうなんドラえもんさん本当、夢商人ポンポン参考ありがとうございます、ありがとうございます、クララちゃん越後自身歌いますよ、ありがとうございます、ありがとうね、美空ひばりさん越後自身ありがとうございます、ありがとうね、ありがとうございますね、ありがとうクララちゃん風船参考ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、たまなちゃんポンポン参考ありがとう、ありがとうね、じゃあ美空ひばりさん越後自身、あほのかちゃんありがとう、こちら10倍ポンポンありがとう、寄せたナイスしたありがとう、ほのかちゃんいつもありがとうございます、ありがとうほのかちゃんありがとう、ドラえもんさん孫とかヒノキとかここにサチヤリとかって、そうなんそうなん孫、あれか、あここにサチヤリ、そうなん、そういうの歌うんだ、あいちゃんポンポン参考ありがとう、初コメントありがとう、
あいちゃんナイス、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、じゃあさ歌うで、ありがとう、ありがとうね、孫孫歌えるで、ありがとう、野良山さん例の利用者よく歌ってるよ、そうなん、うん、歌うかもね、ありがとう、クララちゃんありがとうってね、ありがとうございます。では美空ひばりさん、こちら越後地市の歌、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとうね、はい、風に吹かれて逆立ちすれば山が見えます。ふるさとの私はみなしの街道暮らし、流れ流れの越後地市、ありがとう、いつなんだっけ、親方さんにげげいがまずいと叱られて、バチで打たれて空見上げれば泣いているような江戸の月、ありがとうございます、美空ひばりさん越後地市、ありがとうございます、ありがとうございます、店長ふいちゃんこんばんは、パチパチって、ありがとうございます、ありがとうございます、なんだっけ、野良山さん孫孫歌う、ありがとう、野良山さん孫、ありがとう、嫁に来る日が来なけりゃいいと男親なら誰にも思うってな、なんだっけ、つきゃなねな、なにな、ななななななな、なんだっけ、なんだっけ、文句が出てこない、孫もいいねって、ありがとう、ああそうか、ありがとう、さなかちゃん、はあ、何、ん、嫁に来る日が来なけりゃいいと男親なら誰でも思う、早いもんだよ二十歳を過ぎて、今日はお前の花嫁姿、なんだっけ次、なんだっけ、なんだっけ次、なんだっけ、え、早め送る言葉はないけれど、風を引かずに他者で暮らせ、わかんない、あ、爽やかちゃんありがとう、教えてもらってありがとうね、うめーって、ありがとう、あ、マケリンちゃん、よせさん、その曲は娘だよ、うん、娘本当、うん、孫ちゃんどういうんだっけ、孫、孫はどういうんだっけ、孫、うん、それは娘、娘か、娘よか、ごめんね、ごめん、うん、違うか、違うんかい、笑うってね、店長さん、え、なんでそんなに可愛いのかよ、あ、そうか、あ、そうか、なんでそんなに可愛いのかよ、孫という名の宝物、んーねえ、なんだっけ、んーねえさん、その身がそっくり
だよとだけ、文句が出なくちゃ歌えねえよ。文句教えてくんね、うん、誰か文句教えてくんね。あめちゃんパチパチ、ありがとうございます。文句教えてくんなくちゃ出ない。あ、店長さん、ふいちゃん、ご無沙汰してますって、クララちゃん、詳しい人、あ、教えて、心強いね、ありがとう、ありがとう、こちら、いいね、ここ、ありがとうございます、ありがとう、ふいちゃん、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、孫か、ね、なんでそんなに可愛いのかよ、孫という名の宝物、じいちゃん本当にそっくりだよと。つなきゃどうなきゃ次わかんない、まあ、文句がありゃ歌えるんだけどさ、文句忘れちゃったよな。詳しい人大勢で心強いねって、うん、あ、そうか、マケリンちゃん、人に言われりゃ嬉しくなってなんだっけ次は、うん、人に言われりゃ嬉しくながって、うん、下がる目尻が下がる目尻、エリス顔つなんかよくわかんない、ごめんね、ごめんね、うん、いい歌だよね、マケリンちゃん素晴らしいよって、ありがとうございます、ありがとうね、皆さんありがとう、うん、孫もいいよね、うん、いい歌だね、うん、娘よと孫違うんだよね、あの娘よがさ、うん、あれが歌ったんだよね、裸の大将、そうだよね、あとさ孫はさ大泉篤郎って言うんだっけ、歌ったよね、そうだね、ふいちゃんありがとうございます、またさんのところでっての、またまたさんって誰、うん、ありがとうございます、またさんのところでって、うん、またさんのところでってなんだろう、パチパチって、ありがとう、ああマケリンちゃん娘よ、足屋雁之助だって、そうだよね、裸の大将だよね、そうだよね、うん、そう、ああ娘よ、孫はさ大泉篤郎って言うんだよね、そうだよね、うん、そう大泉ね、そうですね、ありがとうマケリンちゃん、ありがとうございますね、ありがとうね、うん、ね、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、うん、うん、ありがとうございますね、ああ、うん、昔の結婚式で娘を人気でしたね、そうだよね、よく歌ったよねみんなね、そうだね、店長ふいちゃんどんどん歌いましょうって、ありがとうございます、ハートありがとうございます、ハートありがとうね、ありがとうございます、ありがとう、何を歌うの、何歌う、うん、何の歌、ハートってありがとうございます、ありがとうね、歌、何の歌がいいの、何の歌がいいか、わかんねえよ、わかんねえ、ね、マリちゃん、こんばんは、10倍ポンポン、ありがとうございます、マリちゃん、10倍ポンポン、ありがとうね、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、便所行きたくなっちゃった、冷たいもの飲んでたら、いいかさ、行ってきて、うん、いいかさ、ありがとう、ありがとうね、うん、おトイレ行きましょう、ありがとう、
シンゴネタって、桃井さんのコスモスどうです、いやいやいや、えてーらーってね、私桃井ちゃんのコスモスダメよ、年が違う、ありがとう、イベント盛り上げたいです、今日も忘れず、ナイスをしに来ましたよって、ありがとう、イベント盛り上げたいです、ナイス、ありがとう、ポンポンに行こう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ゴッツアマさん、麻婆豆腐好き、もうダメだ、麻婆豆腐嫌い、あ、私麻婆豆腐ダメよ、あ、中華料理嫌い、餃子は好きだよ、餃子ね、チーボさん、トイレ行ってきて、ありがとう、店長フリちゃん、早めに行ってさっくりっと出しましょう、笑うってね、そう、ごとーって、レミちゃん、何何、あおー、何、肉は好き、なんだい、豆板醤、豆板醤ってこと、豆板醤なんて嫌いだよ、ダメだ、ね、あ、投資家王さん、妖精さんの歌詞をプレゼントしましたって、ありがとう、投資家王さん、ありがとう、妖精さんの歌詞をプレゼントしたって、ありがとうございます、投資家王様、いつもありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、マキリンちゃん、チンジャロースかなって、そうね、そう、嫌いよ、あのチンジャロース、青いピーマンでしょ、やだわよ、ね、チーボちゃん、パチパチって、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとうね、ありがとう、ありがとうね、お手入れ気をつけて行ってきてね、ありがとう、大丈夫かい、こっちは、こっちは大丈夫、イベント盛り上げたいさ、ポンポンさん、こう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうね、まあ止まっちゃったけど、なんかさ、冷たいコーヒー飲んだら腹が冷えたんよ、でも大丈夫みたいよ、ありがとう、今少し頑張ってみるよ、ありがとうね、ありがとうね、ありがとうございます、止まったかい、笑うってね、止まっちゃったよね、止まったね、止まっちゃったよね、ありがとう、冷えたんだね、お腹がね、ね、ね、眠いからコーヒー飲んで、コーヒーだってさ、なんだっけ、ミルク入ってるやつ、なんつったっけ、ミルクティーか、そうね、止まったよ、まるちゃん、カフェフロで、ポンポン、ありがとうございます、ありがとう、そう、マケリンちゃん、カフェオレかなって、そう、カフェオレです、うん、生協のね、生乳のカフェオレ、うん、生乳ってあった、うん、また今月、うん、今度来るの頼んどいたけどね、そう、これから寒いからさ、あれのがいいよな、コーンスープね、あれのがいいでしょね、イベント盛り上げたいさーん、ポンポンさん、こう、ありがとう、イベント盛り上げたいさーん、ポンポンさん、こう、ありがとう、マケリンちゃん、コーヒーはトイレ近くなるよね、そうなんだ、うん、ほんと、ウィーちゃん、コーヒーは抗がん剤作用あるけど飲みすぎると胃腸を荒らすから気をつけてって、そうなんだ、本当ありがとう、ありがとう、うまいなかりさん、コーンスープいいねってね、ありがとうございます、あったまりますね、そうですね、本当ね、ありがとう、こちらカフェドリンクありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうね、カフェドリンク、ありがとうございます。ありがとう。チーボさん、カフェドリンク、パチパチってね。何？
ゴールは満さん、キューにはお好きかなって、もうん、好きだけど高くて買えねえよ、うん、大谷フリーマンさん、いやおねえな、いやお嬢ちゃんって、何これ、え、お嬢ちゃんって誰これ、何、慎吾じゃないのこれ、誰何あら違うわよ、慎吾じゃなかったわ、お嬢ちゃんって、ずいぶんお耳が大きいね、うん、こんな出世するのよこの人、お耳が大きいとね出世するのよ人間ってね、うん、野良たぬきさん、悪いけんど餃子食べたん、そう食べて、うん、悪いけんどってね、餃子食べた、そうよ、うん、イベント盛り上げたいさん、ポンポンさんこプレゼントって、そう、うまかったよ餃子、野良たぬきさんね、うん、ありがとうね野良たぬきさん、うん、ありがとう、こちらマキリン福耳だねって、そうね、イベント盛り上げたいです、ボンボンさんこうありがとうございます、ありがとうございますね、こちら何、うん、よかったってね、イベント盛り上げたいです、ボンボンさんこうありがとう、ありがとう、食いすぎた食いすぎた、お腹パンパンだよ、ありがとうね、マチョコちゃん、カフェインが入ってない、頼んでみて、コーヒーですよねってね、そうだ、うん、コーヒーですってあるん、わかんねえな、よく、うん、これカフェイン減ってねえと思うんだけど、わかんねえよ、うん、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、うちの子は咳べしてる、嫌だな、ありがとうね、ありがとう、なんだ今590ナイス19ナイス、ほうな、うん、ありがとう、もう9時か、9時、うん、用じゃねえな、用じゃねえだよ、9時かも、そっか9時、ありがとうね、食いすぎたな、うん、どうしようもねえや、ふえちゃん餃子食べたかい、埼玉は餃子の満州一番おいしいと思うよって、そうだね、うん、あ、有名だよな餃子の満州は、うん、よくテレビでやってるよね、うん、なんだっけ、うん、あのコマーシャルやってるね、うん、餃子の満州ってやってるよね、うん、あ、よくやってる、うん、美味しいかもね、そうだね、宇都宮餃子もうまいよね、そうね、うん、みーさん元気ですか、うん、なんかわかんねえな、さっきテレビ見てたけど、うん、ご飯は食ったけどね、まあ、テレビ見てるから元気なのかな、ね、うん、おちっこはくだれしてるよ、イベント盛り上げたいさ、ポンポンさんこうありがとう、ありがとう、まちょこちゃんあるよ、高いよ、高いの、高いよ、秘密のプラセンターさん、にゃんこちゃんだって、ありがとう、ありがとうね、あ、にゃんこちゃん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 、すべーって、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。ゴールド、アマンちゃん、白米好きかなって。うん、店長フリちゃん、宇都宮も食べに行きたいねってね。そうね、うん、前スーパーで売ってたな、うん。前ね、友達とスーパー行ったら、宇都宮、餃子売ってた。高いよな、あれな。でかいけど、いや結構食べてあるね、大きいからね、そうですね、ちぼちゃんにゃんこちゃんだって
ってね、マケリンちゃんのカフェは少し高めですが体に言うんですよ。そうなん、うん、体にいいんだ。マチコちゃんが言う通り、うん、そうなん、ノンカフェはって、そうなん、ノンカフェって何、味が全然ねえの、なくって食うの、そうなん、うん、高いんだ、うん、すごいね、うん、そっか、味がコーヒーだよって、そうなん、そっか、砂糖減ってる、うん、ノンカフェだから減ってねえちこと、うん、ノンカフェは減ってねえでな、多分な、うん、今、うん、あれ食うよ、サラミが食いたくなったよ、うん、ありがとうね、サラミ、うん、サラミよ、うん、サラミ、うん、ありがとうね、うん、どっこいせーって、ありがとうございます、ありがとう、アリアコーヒーだよって、そうなの、高めなの、うん、あー森にゃんこちゃんパチパチ、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、今これなんだっけ、うん、カルパス食うよ、うん、カルパス、うん、マチョコちゃん豆から引いてるビーリだよって、そうなん、ほんと、うん、ビーリなんだ、うん、これお湯ついで飲むんだ、違う、豆からついでるビーリって、うん、ライカちゃん頑張ってくださいって、ありがとう、こちらポンポン3個ありがとうございます、ありがとう、そうそうだ、そうそうって、そうなの、ノンカフェやでカフェとか書いてるよって、インスタントでスティックのも売ってるよ、そうなん、ほんと詳しいね、うん、七市のイベント盛り上げたいさん、こんばんは、こちらポンポンさんこありがとう、葵ちゃんポンポンありがとう、よせさんおやすみ、ポンポンありがとう、葵ちゃんポンポンありがとう、飯田嬢さんこんばんは、ありがとうございます、ありがとう、葵ちゃんとんでもない、応援する豚さんプレゼントした、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。うん、あお腹いっぱいになっちゃった。あおいちゃん、ナイスポチって。ありがとう。ありがとうね。貴重なナイス。ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう、皆さん。ありがとう。これ出ねえで困ったね。どうやって出すの、切ったんだけどさ、困ったな、みーもよせさん来たよ、ありがとう、かなりえずきちゃんこんばんは、ひかきよしです、ありがとうございます、いつもありがとう、ひかきよし、ありがとうございます、ふみちゃんよせさんお疲れ様です、ありがとう、風船ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、氷川きよしの歌どんどこか、なんだ、箱根八里の半次郎どうんだか歌えねえな、どうだっけな、わかんねえな、困ったな、氷川きよしは年が違うからわかんねえな、わかんねえ、どうしたらいいんだ、よし、どうだっけ、あどん、あどん、あどんどこだっけ、あどんどこ、あどんどこって何、次わかんねえ、学校時代の森陰でつんだっけ、僕に竹を移住をしたか、あの甘いキスが忘られぬ、あどん、あどん、あどんどこ、これ加藤ちゃんだよな、そうだよな、氷
かきおさんじゃねえやな、違わいね、間違えたな、ありがとうね、ね、まさこちゃん病院の医師が勤めてるんだよ、ほらすごいね、あ、ふみさん、よせさん、お疲れ様ってありがとう、千秋なみさんいかがですかってね、千秋なみさんもちょっと苦手よね、嫌だねったら嫌だねっての、あ、そっか、そこだけなら歌えるよ、かなりえずきちゃん、ありがとう、ありがとう、嫌だねったら嫌だね、嫌だねったら嫌だね、箱をね八輪の半字色、これでいい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、お上手です、パチパチって、ありがとう、ありがとうね、かなりえずきちゃん、ありがとうね、よせさーん、喉自慢出ましょうよ、こちらいいねよ、ニコありがとう、ありがとう、ジャスミンさん、こちら何、ミモちゃん、人生いろいろって、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ありがとうね、ミモちゃん、しまくらーちよこ、ありがとうございます、ありがとうございますね、しまくらちよこさん、ありがとうね、死んでしまおうなんて、なんだっけ、なんだっけ、思ったこともあるわ、バラもコスモスたちも咲いておしまいと、指をきあぐ髪を短く切ったり、なんとかなんとかなんとかで、ねてららにでねねね、過ごしたわね、えこっけいでしょ若い頃、ねえこっけいでしょ若い頃、若さの中には若さの中にはなんとかがいっぱい、人生いろいろ、男もいろいろ、なんだっけ、女だっていろいろ咲き乱れるの、コリーありがとう、ありがとう、ありがとうね、こちらパチパチってありがとう、ジャスミンさん、こちらポンポンさん、こありがとう、お上手ですよってかなりえずきちゃん、ジャスミンさん、パチパチ、みもちゃんは素敵だーって、ありがとう、あばらーよくなったーねって、ありがとう、いいね、ありがとう、こちら七市のイベントさん、ポンポン&ナイスーって、ありがとう、ありがとう、イベント盛り上げたいさん、ナイスとポンポン、ありがとうございます、ありがとう、店長ふいちゃん、パチパチ、お上手だーって、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、ありがとうね、人生いろいろ、ありがとう、アカペラ難しいわよね、ありがとう、本当にありがとうね、本当に本当に本当にご苦労さんってね、アイハラもいろいろってね、ふいちゃん、そうね面白い、デイサービス、カラオケ、何歌うのって、こないだ歌ったの何だったっけな、こないだね、吉永小百合さん、寒い朝歌ったな、2曲目は何歌ったんべ、ね、なんだっけ、あれ、マキリンちゃん、リクエストされてすぐに歌詞が出てくるの、すごいですよ、そうなの、文句がバラバラだけどね、そうなのよ、ね、あやちゃん、
どうぞってありがとう、ポンポさんこうありがとうございます、ありがとうございますね、ね、ありがとう。 NHK のど自慢出ないのって出ないよ、この足じゃ無理でしょ、ね、歩けないよエリキちゃん、歩けないよ、どうしようもないよね、ダメだよ。若い頃は歌ったわよ、いろいろ着物着て歌ったわよね、おじいが車で乗せてってくれたわよ、若い頃はね、でもダメだよ。エスタマちゃん10倍ポンポンありがとうございます、ありがとうございますね、こちらポンポンありがとう、ありがとう。ゆっちさん帰宅、今帰宅しました、こんばんはって、こちらお疲れ様です、ありがとう。ゆっちさんありがとうね、お疲れ様ね。レンちゃん久しぶりですねって、そうですね、うん、覚えてるわよレンちゃんね、ありがとう、ありがとうね。ゆっちさんポンポンさんこありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、ありがとう皆さん、ありがとうね、覚えてくれてありがとうって知ってるわよ、ね、サムネ同じだもんね、知ってますよちゃんと、結構久しぶりだよねれんちゃんね、そうよ、覚えてます。ポンポンさんこありがとうございます、れんちゃんポンポンさんこありがとうございますね、ありがとう、ありがとうね、ありがとうね。いや今日はお腹いっぱいだよ、いっぱいご飯食べちゃった、ありがとうございますね。500いくつ、500まだ500なんないですか、700ぐらい行きたいな、たまにはな、700ナイス行きたいよね、いつもさ、100、昨日117ナイス引かれたんか、その前が123ナイス引かれた、1日で100ナイス以上引かれたらでかいわよね、だからさ700いかない、いつもね自分に残るのはいくら500いくつぐらいしか残らねえよ、大変なのよ、ナイスって大変よ本当にね、引かれちゃうのよね、まったく、ありがとう。こちらね、久しぶりだ、ポンポンありがとうね、レナちゃん、レンちゃん、レンちゃんだよ、レナちゃんや、レンちゃんありがとうございます。サナエちゃんポンポンさんこありがとう、サナエちゃん初コメントありがとうございます。サナエちゃんよろしかったらナイスよろしくお願いいたしますね、よろしくね、サナエちゃんありがとう。ナナシのイベント盛り上げたいと10倍ポンポンありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとうね、ありがとうね。じゃあ何また行くか、歌でも歌でも、なんだっけ、コマドリ姉妹の歌知ってる、知ってる、コマドリ姉妹、ソーラン渡り鳥、ありがとう、歌うわよ、ありがとう、ありがとうね、なんだっけな、ソーラン渡り鳥、なんだっけ、ありがとう、言ってみるか、なんだっけ、空渡り鳥ってどうにだっけ、ありがとう。すがるの海を越えてきた、なめの
ならない、みなしごつばめ、さしこいしやにしんばこいし、網を引く手に思いを込めて、やれんそらんそらんそらん、渡るそらん、えんえんえ渡り鳥、そらん渡り鳥、こまどり姉妹、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、こちら前田くれさん、こちら、あ、なんだっけ、何くまちゃんだっけ、酒くまちゃん、ありがとう、ガブーン、ドロロロロロ、ポーンと、ありがとう、酒くまちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に良い声してますよって、そうですか、ゆっちんさん、コマドリ姉妹知ってんの、津軽の梅を超えてきたってね、ありがとう、ありがとうね、うん、ああじゃあさ、あのなんだっけ、畠山みどりさん知ってる、出世街道、出世街道知ってる、知ってる、畠山、恋は神を飲む昔からって知ってる、本当に良い歌だって、ありがとうございます、ありがとうございますね、あとさ、なんだっけ、なんだっけ、クラド畠山みどりさん出世街道、いい、出世するのよ、ありがとうね、出世街道、どういうんだっけ、うん、そうだ、うん、ありがとう、出世ね、出世、うん、名曲が多いですね、そうなのよ、マケリンちゃん、畠山みどりさん、出世街道、ありがとうございます、やるぞ見て俺、口には出さず胸に収めた一途な夢を、負けてなるかよ、くじけちゃならぬ、どうせこの世は一本どこ、畠山みどりさん、出世街道、ありがとうございます、ありがとうね、例えばさ、あれね、さつきみどりさん、さつきみどりさん、色っぽい歌よ、ありがとうございます、こちら何、ありがとうございます、前田かり様、栗、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、あのね、あ、さつきみどりさん、色っぽい歌、色っぽいもいいかしら、いいですか、1週間に10日来い、1週間に10日来い、ありがとうございます、ありがとうね、うん、牛タンさんこんばんは、初コメント、ありがとうございます、牛タンさん、よかったらナイス、よろしくお願いします、ありがとう、牛タンさん、初コメさん、あとね、七市のイベント盛り上げたりさ、いい声してますね、達者でなーって、達者でな、歌うの歌う、うん、ありがとう、そう、ポンポンに行こう、ありがとう、ありがとう、うん、達者でな、三橋道也さん、達者でなね、うん、ありがとう、わらにまみれてよ育てた栗毛、明日は変われてよ旅へ行く、えんやこら達者でな、あ、風邪ひくな、話す手綱が震え震えるぜってね、三橋道也さん、達者でな、
ありがとうございます。ありがとうございます。前田かり様、こちら、ありがとう。夜勤も、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ジャスミンさん、ははん、パチパチ。何でも歌えるのねって。そうよ。歌大好きだもん。何の歌でも歌っちゃうよ。かなちゃん、こちら。